こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画ではスニーカーをテーマにお話したいなと思っています。皆さんはスニーカー好きですか？で、僕はスニーカー大好きで、今はですね、週のほとんどをスニーカーで過ごしています。何足かな？今はですね、ネイビーのレザーのスニーカーと白のレザースニーカーと、あとはブラックのスポーティーなスニーカーですね。この3足で回していますね。本当これしかないんですね。他に革靴もあるんですけど、基本的にはこの3足でローテーションを回しているんですね。これくらいあると結構回っちゃうものだなと最近改めて実感をしています。数年前までは結構ビジネスの機会では革靴を履くことが多かったんですね。僕がよく気に入って履いたのはローファーなんですが、ちょっとラフなスタイルなのでジャケパンスタイルにも合うし、ジーンズなんかに落とし込んでもかっこいいんですけども、最近はローファーもあんまり履かなくなりましたね。これはなぜかというと、最近はこうスニーカーというのがずっとブームだということ、これも一つなんですが、もう本当にビジネスの場面でもどんどんカジュアル化が進んでいて、革靴じゃなくてもいいよねっていう傾向が少しずつ浸透してきたんですね。この流れって逆流することって僕はないと思ってるんですね。今の状態からいや革靴の方がかっこいいだとか、革靴をビジネスマンは履くべきだっていう流れには僕はあんまり至らないのかなと思うんですね。それは長い歴史を見ていくと、どんどんカジュアル化してきてるという流れがあるので、今後もますますビジネスウェアというのは簡略化されていくかなと思っています。そちらの方がより自然な形だからです。考えてみると、クールビズ以前の日本ってやっぱり不自然だと思うんですね。夏い暑にわざわざジャケット着たいだとかネクタイをする必要ってないじゃないですか。それなのにビジネスの習慣としてそういったものをしてきたわけですが、そういった形式的なものってどんどん略されていってカジュアル化していくというのが全体の流れなので、靴というのも今後ますますカジュアル化が進むのかなと思っています。そういった流れの中で僕はスニーカーを履くことが多くなったんですが、スニーカーにもいろんなブランドがあってそれぞれ特徴があるので、今回の動画では具体的に3つの具体的なブランドをご紹介しながら、そのブランドといえばこのモデルがおすすめだよねという僕なりの個人的な意見をですね、お話ししていきたいなと思っています。まずですね、スニーカーのブランドにはたくさんの種類があるんですが、その中で僕が普段のスタイリングに使ったりですとか本の中でご紹介するものというのは限られているんですね。具体的にはですね、1つ目がナイキ、2つ目がアディダスで、3つ目がニューバランスなんですね。このあたりというのはメンズファッションにおける定番中の定番で、皆さんにも積極的にお勧めしやすいのかなと思っています。それぞれのブランドには僕なりのですね、なんとなくのイメージというものがあるんですね。ナイキでいうと先進的なイメージ、ハイテクなスニーカーが多いようなイメージを持っています。アディダスも結構ハイテクなものをいっぱい作ってるんですが、その中でも僕のイメージというのはやはりちょっとシンプルなレザースニーカーのイメージが強いんですね。アディダスといったら後ほど紹介しますが、なんとかとなんとか、もうアディダスといったらもう象徴的なスニーカーありますよね。そういったどちらかというとローテクが強いのが僕の中でのアディダスのイメージかなと思っています。で、3つ目のニューバランスというのは結構人によって抱くイメージがバラバラなのかなと思っています。一般的なニューバランスのイメージというのはランニングシューズであったりですとか、あと普段履きに履くような割と安価なスポーツブランドのイメージを持っている方も多いかなと思うんですね。ですがニューバランスって結構価格帯が広いんですね。安いものは1万円前後で買えますが、高いものになると3万円台後半になるんですよ。この3つのブランドの中でも圧倒的に高級なのはニューバランスなのかなと思っています。高級というよりは価格の幅が広いのがニューバランスというブランドなんですね。で、これも後ほど紹介したいなと思うんですが、ニューバランスの良さっていうのは実際に買って履いてみることで実感ができるんですね。パッと見はちょっとおじさん臭いだとかダサそうに見えるところ、ここがニューバランスの良さだったりします。そのあたりも後ほど解説したいなと思っています。まずはナイキから解説をしたいなと思うんですが、僕は今30代後半なんですけど、10代の頃特に中学生高校時代というのはまさにスニーカーブームの真っ只中だったんですね。代表的なのはエアマックス95というシリーズですね。当時は社会現象になりまして、エアマックス狩りみたいなことがあったりしたんですね。エアマックス95を履いて渋谷のセンター街なんかを歩いてると、もう真っ先にですねエアマックス狙われますね。非常にレアなスニーカーで、もうかなり高額で取引をされていたんですね。ですのでこれを履いてると危険だというぐらいのアイテムだったんですね。
当時はですね、正直ですね、デザインが先進的すぎて僕にはあまり理解ができなかったんですね。これがかっこいいのかどうかがわからない。でもこれだけ熱狂的なファンがいるということはきっとかっこいいんだろう。そういった理解で僕はエアマックスというものに熱狂してました。さすがにエアマックス95は買えなかったですね。これ履いてるとさすがに生意気だと思われるぐらいもう人気が圧倒的だったので、エアマックス95は僕は買わなかったんですが、その後に続くエアマックス96だとか97は僕は当時から履いていました。で、エアマックスシリーズだけではなくて、エアジョーダンのシリーズであったり、その他にも様々な人気のスニーカーがあったんですね。まあ、当時のスニーカーブームはすごいものだったんですが、それから数年経ってだいぶ落ち着いてきました。でもですね、ここ数年またスニーカーブームが来てるんですね。僕が中学生時代に流行ったエアマックスですとかエアジョーダンシリーズというのはリバイバルされて今でも追ってたりするんですね。ですので僕としてはなんか不思議な感覚です。当時はすごくなんか近未来的だったデザインのものが今現在になって再評価されている、改めて見てもかっこいいよねという形で理解されているのが僕の中ではすごく嬉しい感じもするし、懐かしい感じもするんですね。ですので僕の中でのナイキのイメージというのはちょっとこう近未来的なもの、今はちょっと理解はしがたいけどなんかかっこいいんじゃないか、なんか新しいんじゃないかっていうようなワクワクするような気持ちをかき立ててくれるのがナイキのデザインなのかなというふうに思っています。様々なスニーカーがナイキの中でもあるんですが、その中で僕が一足皆さんにお勧めしたいものは何なのかと言いますと、エアマックス97のブラックですね。これはですね、出た当時のことすごく覚えてるんですが、もう全く理解できなかったですね。これのどこがかっこいいんだと思うんですが、やっぱり当時からエアマックスっていうもうブランドに対する信頼感というか、ちょっともうブランドですよね。そのブランドだから魅力を感じるというところがあって、なかなかそのデザインそのものの良さを理解している方ってあんまり多くはなかったと思うんですが、それが今現在になって改めて見てみると、デザインは少しこういく層にも重なったような凝ったものになっていて、全体で見るとシンプルな中に凝った部分を感じるようなすごくバランスのいい一足になっています。そしてエアが入っているので少し厚底気味になっているんですね。これが最近のデザインのトレンドともマッチして意外と使いやすいのかなと思っています。僕だったらシンプルなブラックジーンズに対して少しボリュームのあるエアマックス97を合わせたいかなというふうに思います。結構ですね、様々なセレクトショップでもエアマックス97を取り扱っていて、バーニーズニューヨークですとかトゥモローランドですとかセンスに定評のあるお店でもエアマックス97が置いてあるので、おしゃれ上級者の方が足のポイントに使ってるアイテムなのかなと思っています。比較的取り入れやすいので、ぜひ皆さんにもエアマックス97、特にブラックをお勧めしたいなと思っています。続いてご紹介したいのがアディダスというブランドですね。このブランドもナイキに引けを取らないくらい先進的なスニーカーたくさんラインナップされているんですが、ただ僕の中でのアディダスのイメージというのはローテクのスニーカーなんですね。デザインがシンプルで使い勝手のいいスタン・スミスですとかスーパースターですとか、このあたりのモデルが僕の中ではアディダスの代表的なイメージなんですね。で、僕はこのスタン・スミスというものを経験したのは意外と遅くて20代前半だったんですね。もう10代はもうナイキ一筋で本当にね、15、6足ぐらい買いましたかね。もうコレクションしてるぐらい大好きだったんですが、20代になるとスニーカー自体が目立つよりはむしろ着こなしの中に馴染ませるようなスニーカーが欲しいなと考えるようになったんですね。その時に改めて僕がいいなと思ったのがスタン・スミスだったんですね。白のレザースニーカーでデザインはものすごくシンプルです。ですのでジャケットを着るようなスタイルにも合うし、もちろんカジュアルなスタイルにも合うという形で非常にオールラウンダーなスニーカーなんですね。この一足があればもうどんな着こなしにも合っちゃうというところで、ものすごく使い勝手がいいんですね。ですのでスタン・スミスというのは僕は全大人の男性を持っておいていいスニーカーなのかなというふうに思っています。ただ通常のスタン・スミスというのはかかと部分のレザーの部分が緑になっているものなんですが、これは結構履いている方が多いんですね。ですのでスタン・スミスの中でも人と被らないようにちょっと限定モデルですとかシーズンカラーみたいなものを選んでみるといいかなと思っています。特にですね、スタン・スミスリーコンというシリーズがありまして、これはですね、あまり ABC マートだとか量販店では置いてなくてセレクトショップなんかで置いてあることが多いんですね。まあ、革の質感であったりですとかカラーリングですとか細かい部分にこだわっていて、こちらを履くとすごくおしゃれに見えるので、ぜひ皆さんにお勧めしたいスニーカーの一つかなと思っています。スタン・スミスを買うときにはグリーンの定番ではなくて少し遊びのあるものを選ぶというところがポイントなのかなというふうに感じています。そして最後3点目、おすすめしたいのがニューバランスというブランドなんですね。
でこのブランドはですね、理解するまでに結構時間がかかりましたね。昔からニューバランスというのはおしゃれ上級者が履くようなスニーカーブランドだったんですね。というのもニューバランスって一般的な理解で言うとそんなにかっこいいもんでもないかなと思うんですね。もう普通の運動靴、ウォーキングをする際だとかランニングをする時に履くようなおじさんおばさんが履いているような靴だというイメージの方が強いと思うんですよ。色にしてもグレーだとかちょっとこうやぼったいものが多かったりするので、そこにおしゃれなイメージって僕も10代の頃はなかなか抱けなかったんですね。ただビギンだとかいろんなファッションショーを見てるとニューバランスってすごくおすすめされてるんですね。で意外と値段も高いんですよ。ニューバランスって価格の幅が広くて1万円前後で買えるものから高いものだと3万円を超えるものもあるんですね。その価値って何だろうなってなかなかイメージは湧かなかったんですよ。ですがやはりこうファッションをいろいろと楽しんでいくとニューバランスって避けて通れない道なんですね。絶対おしゃれな人がニューバランスって愛用してたりするんですよ。ですので僕自身も一度買ってみなくちゃいけないなと思って試してみたのが24、5ぐらいだったかなと思っています。で僕が当時買ったのがニューバランスの M996 というシリーズなんですね。これは今でも売っている定番中の定番なんですが、これは価格帯が13,000-14,000円のものと今は結構高くて25,000-26,000円ぐらいの2つの価格帯があるんですね。まあ、生産国が違うんですね。高いものはアメリカで作っていて、安いものに関してはアジア圏で作られています。まあ、細かいところには違いがあるんですが、まあ、やはりですね、使い込んでるとこの USA 生産のものの良さっていうのがなんとなく伝わってくるかなと思います。で実際に使ってみるとニューバランスの良さっていうのはじわりじわりと感じ取ってくるものなんですね。意外とですね、ジャケットのような小綺麗なスタイルも似合うし、白のボタンダウンシャツにブルージーンズのような割とシンプルなカジュアルスタイルにも相性が良かったり、さまざまなスタイルの中にスッと溶け込んでいくのがニューバランスの良さではあるかなと思ってます。なんだろうな、こうナイキのようなシュッとしたかっこよさではないんですよ。やぼったいんですけど生活の中に馴染みやすい、そして使い込んでいくうちに徐々にこう馴染んでいくようなデザインの良さ、隠れたデザインの良さというのがニューバランスの特徴なのかなと思います。これはやっぱり体験してみないとなかなか分からないところだと思うんですね。アディダスは分かりやすいシンプルなデザインが特徴で、ナイキは先進的でちょっとこう一歩先を行く良さっていうのがあるんですが、ニューバランスにはダサかっこいいという独特の世界観があるんですね。これは噛めば噛むほど味が出てくような、なんか大人のスニーカーの楽しみ方なのかなと思っています。今僕はニューバランスのスニーカー手元にはないんですが、数年に一度無償に欲しくなるタイミングが来るんですね。そろそろ僕もニューバランスを買いたいなというタイミングが来たので、今年中には買い揃えたいなと思っています。このように今日挙げたナイキ、アディダス、ニューバランスには全く違う生態系があるんですね。それぞれの魅力があって、ぜひ皆さんには一つずつでいいので経験していただきたいなと思うんですね。どれが一番いいって断言できるものではないんですよ。それぞれの良さがあるので、ぜひ皆さんにも体験していただきたいなと思います。一番使いやすいのは何といってもスタン・スミスだと思います。まずはここからスタートして、少し今っぽさだとか先進性を取り入れたいのであれば、ナイキというところを取り入れるのもいいかなと思います。そしてそのあたりを経験したら、ぜひ皆さんにはニューバランスも経験していただきたいなと思うんですね。まずは試着カーでもいいです。ニューバランスというものを履いてみるということ、この良さというものが少しずつ感じ取れるようになるとファッションの幅が広がるかなと思いますので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。なんかスニーカーの話をしていたら無償に買いたくなってきましたね。今僕は3足だけ回していますが、ちょっと数を増やしたいなというテンションになってきました。また実際に商品を購入したらこちらの動画でも皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。